サラトガ。サラトガ、アセスサラトガ、CV-3 は、アメリカ海軍の航空母艦。レキシントン級航空母艦の2番艦。アメリカ海軍において、サラトガの名を受け継いだ艦としては5隻目にあたる。サラ、シスターサラ、縦島煙突のサラ、ストライプスタックサラ、サラマル、サラマルなどの愛称で呼ばれていた。 太平洋戦争の海戦時から参加して生き残った航空母艦3隻のうちの1隻、他の2隻はエンタープライズとレンジャーで、サラトガは8個の従軍聖賞を授与され、1946年に海軍隻から除籍された。それまでの17年間で98,549機の航空機がサラトガに降り、最大の空母着艦記録を保持している。 サラト川1920年9月25日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で歴ントン級巡洋船艦の3番艦 CC-3 として寄港された。しかし、ワシントン海軍軍縮条約による船艦の保有制限で1922年7月1日に航空母艦に設計変更され1925年4月7日に カーティス・ディ・ウィルバー海軍省長官の夫人により、浸水し、1927年11月16日に、初代艦長ハリー・イーヤーネル大佐の指揮下に就役した。就役後、サラトガは1928年1月6日に、フィラデルフィアで艦載機を搭載した。1月27日、実験を兼ねて飛行船からの燃料補給を受け、パナマ運河を通って、太平洋に向かい、 2月14日に、ニカラグアに、海兵隊の輸送を行った。2月21日には、ロサンゼルス、サンディエゴのサンペドロ湾を拠点にする戦闘艦隊に、加わって、演習に従事する。サラト川、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所やサンディエゴで整備を行い、演習や訓練に従事していたが、1932年、満州事変勃発の翌年に、 ハワイへ移動し、再び演習や訓練に従事した。1941年1月6日に、近代化改装のためブルマートンに戻り、それが終わると関係が悪化していた日本に対する威嚇のためハワイに何度か足を運んだ。サラトガ川、1941年12月7日の日本軍による真珠湾攻撃時はサンディエゴで整備中だったが、太平洋に空母は、 レキシントンとエンタープライズしかいなかったため、急遽ウェイク島救援のために出動し、12月15日、真珠湾を経由して、ウェイク島に向かった。しかし、ウェイク島が日本軍の制空権下にあり、日本軍が上陸したことが判明し、12月22日にウェイク島救援は中止された。翌日、ウェイク島の守備隊は降伏した。 1942年1月12日、サラトガはエンタープライズと合流するためハーイを出港したが、日本海軍の囲号第6潜水艦、稲葉通州艦長に来撃され、魚雷一本がサラトガの左元中央10番ボイラー室付近、命中した。魚雷は原則に命中直後に爆発し、原則壁を内側に押し込んだが、押し込まれた。 防水隔壁が内側のフレームや配管を損傷して浸水が拡大した。フレームの変形がボイラー室の床や隔壁にも及んだために第8から10から12の3つのボイラー室が満水となった。また浸水した海水は煙地を伝って反対側の第9ボイラー室にも浸水を生じた。浸水量は1100トンとされ、傾斜の修正のために320トンが 反対側に注水された。被害の大きさより、日本海軍の魚雷は、アメリカ海軍の魚雷と比較して1.5から2倍の、策略を搭載しているのではないかと推測された。真珠湾で、箱を塞ぐ、応急修理が実施され、その後サラトガは、本格的修理のためにブレマートンに戻り、サラトガは、この修理に合わせて8インチ砲が撤去され、5インチ広角砲が搭載された。 新珠湾での応急修理中に撤去された八ンチ砲は、歴ントンのものとともに、オアフ島の沿岸砲に転用された。5月22日、サラトガは、ブレマートンを立って、サンディエゴに向かい、5月25日に到着した。サラトガは、航空隊を降ろしていたため、搭載機がなくて、作戦行動できず、新設された航空隊の訓練を行った。しかし、サラトガの航空隊は、 空母ヨークタウンに搭載されて、1942年6月、ミッドウェイ海戦で活躍した。この時、サラトガの航空隊がハワイになければ、空母ヨークタウンも有効な戦力になり得なかった、可能性も否定できなかった。6月6日、サラトガは、新珠湾に到着したが、航空隊の補充は終了しておらず、ミッドウェイ海戦の後もミッドウェイ近海で、 警戒任務を続行していた第16任務部隊に航空機の補充を行い、アディーシャンレッ方面に進行してきた日本軍に対して反撃も計画されたが中止され、6月13日に真珠湾に寄港した。サラト川6月22日と6月29日にミッドウェイ島へ航空機の輸送も行うなど支援、決した。アメリカ海軍は日本軍との戦いで失った。 航空隊の補充が追いつかず、空母ホーネットが航空隊の訓練のため離脱したものの、サラトガと空母アスプが戦列に加わった。1942年7月7日、アメリカ軍はソロモン諸島方面で反撃の準備のため、サラトガは真珠湾を出港してフィジーに展開し、8月にガダルカナル島攻防戦が始まった。サラトガの搭載機は、 東部ソロモン海戦、第二次ソロモン海戦で、日本海軍の空母流上を撃沈するが、紹介中またも、潜水艦の来撃を受けた。31日に以後第二十六潜水艦、横田実艦長が放った行来で、行動不能に陥り、従順洋艦ミネアポリスに栄光され、トンガのトンガタプ島へ退避した。九月二日から六日間行われた、応急修理の結果、 速度10ノットまで復帰に成功し、9月21日に、真珠湾に寄港した。1942年11月10日、サラト川、修理を完了し、再び南太平洋に出撃した。12月5日、サラト川フィジーを経由して、ニューカレドニアのヌーメアに到着し、約1ヶ月干渉規模な作戦の防空に従事した。ガダルカナル島の戦いで空母が、 日本軍の攻撃により撃沈または破損したためアメリカ軍はギルバート諸島占領を機として作戦準備中であった上にエセックス級とインディペンデンス級の配置と1943年5月に新珠湾に寄港し1943年7月から10月までアメリカ本国でオーバーホールしたエンタープライズの11月に復帰までソロモン諸島方面で働けしている 正規空母は、サラトが一隻となっていた。1943年10月20日、ブーゲンウィルトを攻略支援のためサラトガは、シャーマン少将の指揮下で、軽空母プリンストンと第38任務部隊を、形成、11月1日に部下島を空襲して、飛行場を叩き、11月5日には、ラバウルを空襲して、日本海軍の巡洋艦に打撃を与えた、ラバウル攻撃。 太平洋戦争中この一連の連続空襲がサラトガの最大の活躍であったが、ラバウルの日本軍を牽制だけで追い出すことはできなかった。十一月十九日、サラトガとプリンストンの二空母はナウルを攻撃した後、輸送軍としてマキン島、タラワ島へ陸上部隊の輸送を行い、十一月二十三日にギルバート諸島攻略の完了に伴い、サラトガとプリンスンも集結し、 パラワの防空に従事したギルバート・マーシャル諸島の戦い。その後、11月30日にサラト川戦列を離れ、1943年12月9日から1944年1月3日にかけてサンフランシスコで大法を実施した。その際、40mm 機関砲など対空火器の増設が行われた。1 9 4四年一月七日、サラト川 新珠湾に到着し、簡単な訓練を行った後、軽空母、ラングレー、プリンストンと共に1月19日に新珠湾を出撃して、マーシャル諸島攻略支援に投入された。1月29日から3日間、関西機がうおせ、タロア、エニウェトクの日本軍を空襲し、2月28日まで防空に従事した。3月4日、 サラト川三隻の駆逐艦に護衛されて、マジュロ干渉を出発し、エスピリトサント島、オーストラリアのホバート、タスマニア、フリーマントルを経由して、太平洋からインド洋に転戦し、3月27日、洋上で空母イラストリアス、戦艦四隻などからなるイギリス海軍艦隊と合流31日に正論島に到着した。 サラト川調整の後、4月16日にトリンコマリーを出撃して19日に2隻の空母は、スマトラ島北西端の沖にあるサバン島を空襲、主に日本軍の港湾施設と石油備蓄に攻撃を行ったコックピット作戦。同様の手法で5月17日にジャワ島のスラバヤを空襲したトランサム作戦。その後、本国に帰還した。 1944年6月10日、サラトガブレマートンに到着し、夏を通して整備を行った。8月、第11輸送航空軍が編成され、サラトガワ9月24日に真珠湾に戻り、夜間戦闘機隊の訓練に従事した。だが1945年1月29日、同様の訓練を行っていた、軽空母のインディペンデンスが、 夜間発着の困難と比べてあまりにも小さいことから、サラトガが洋島攻略に参加することになって、急遽、新珠湾から出港した。サラトガは2月7日、ウルシーに到着して、機動部隊に加わった。この前に、カタパルトの再装備の工事が行われている。この時期のサラトガは、同様に夜間戦闘機を搭載し、戦隊分類記号を CV に変更した。 エンタープライズに合わせ夜間空母と呼称されることがありました、機動部隊は、伊王島上陸に先立って2月16日と17日の夜に日本本土を空襲した。しかし1945年2月21日、サラト川、伊王島の夜間防空と父島への夜間攻撃のため、駆逐艦3隻を伴って、機動部隊を離れた際、日本海軍、 第二を立てたによる特攻で衝突4機と爆弾2発を受けて大破した。死者、行方不明者合わせて123人、負傷者192人に達した。サラトガはエニウェトクを経由してブレマートンに到着し、修理を行った。5月22日に修理は完了し、ピュージェットサウンド交渉を経って6月3日に真珠湾へ戻り、 再び航空隊の訓練に従事した。日本が降伏したため、9月6日に訓練を中止して、アメリカ本土に戻る福音兵の輸送を行った。サラトガは幾多の損傷を受けつつも、第二次世界大戦を生き延び、終戦時にはアメリカ海軍において最も古参の空母のうちの一隻であった。戦後は練習空母として引き続き運用される計画が、 あったが、対戦中に、エセックス級空母が多数就任したため、旧式であったサラトガは、予備官としての保管もされないまま退役する方向となり、記念館として残存させる要望もあったが予算面と、引き受け先の自治体の都合がつかないことから、サラトガの廃管が決定した。サラトガはスクラップとしての払い下げは行われず、1946年に、 行われたビキニ干渉での核実験、クロスロード作戦の標的艦に使用された。7月1日のエーブル実験では、軽度の損傷で済んだものの、続く7月25日のベーカー実験で艦隊に致命的な損傷を負い、サラトガは7時間後に沈没した。全体としては原型を十分に止めていたため、引き上げて核爆発による損害を詳しく研究する計画が、 建てられたが、放射線障害の危険性によって、サラトガのサルベージが中止され、1946年8月15日、正式にアメリカ海軍から除籍された。以後、サラトガの船体は、ビキニ干渉の海底にあり、現在では放射線障害の危険性も低下したため、民間人でもダイビングによってその姿を眺めることができる。旋海における、 スキューバダイビングで容易に到達できる航空母艦として、サラトガはダイビングスポットとして人気を集めている。民間人が通常のダイビングで到達できる沈仙航空母艦は現在のところ、サラトガとフロリダ沖メキシコ案内のオリスカニーの2隻のみとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。